エジプト第三中間期は古代エジプト史における時代区分である。第三中間期の区分を用いず、新王国の後に末期王朝時代を置く学者も多い。また、第三中間期を置く学者の間でも、どの期間とするかも見解が不一致である。第二十王朝の終焉をもって、第三中間期の始まりとする点ではほぼ一致するが、終了する時期については、 第22王朝の末期まで、アッシリアによるエジプト征服まで、あるいはアケメネス朝によるエジプト征服までなど、様々な立場がある。こういった点に、ここで結論を出すことはできないため、以下では、第21王朝から第26王朝時代までの概略を記す。エジプトが最も繁栄した新王国時代の間に勢力を増したテーベのアメン神ン観断は、 第2十王朝の末期頃から上、エジプトに事実上の独立勢力を築くに至った。そしてその長たるアメン大司祭は、ヘリホルの時代以来カルトゥーシュの中に名前を記すなど、して事実上の王として振る舞うようになった。これは、アメン大司祭国家、あるいはアメンの真剣国家、新国などと呼ばれる。一方ゲージプトでは、第2十王朝が倒れ、変わって、 第21王朝が成立した。第21王朝とアメンダイ司祭国家の間には、右予曲折を経て、一応の協力関係が築かれ、対外的には、アメンダイ司祭は、第21王朝の進化という定裁を取るようになった。第21王朝に代わって、紀元前945年、第22王朝を建てたのはエジプトに移住した、リビア人部族の長者シ,ションク一世であった。 第22王朝以後、次第にアメン大司祭国家に対する王権側の統制が強まっていくことにはなるが、テーベを中心とした領域は長くまとまった独自の領域を形成した。以後の王朝に特徴的であることは、その多くがエジプトに移住した異民族の系譜を持つ王家によって建てられたことである。彼らは強い同化傾向を示し、 エジプトの伝統的な王として振る舞ったが、異民族出身であるという記憶も長く受け継がれた。第22王朝の末期には、エジプトの中央権力は大いに弱体化し複数の王が並立する事態となった。タニスに拠点を置く第22王朝、レオントポリスによる第23王朝、サイスの第24王朝、他にヘルモポリス、ヘラクレオポリスでも、 王を称する人物が現れた。こうした分裂は外敵の侵入を誘発し、まもなく、ヌビア人の王、ピアンキによって、エジプトが征服された。これが、第25王朝である。ヌビア人たちもまた、リビア系の王と同じように、エジプト文化を尊重し、伝統的エジプト王として振る舞ったが、彼らはその拠点をこちである、ヌビア地方に残しており、エジプトで、 軍事的な失敗をした時には、ヌビアへ交代して体制を整えることができた。紀元前7世紀に入ると、オリエント世界で急速に勢力を伸ばしていたアッシリアがエジプトにも迫るようになった。これに対抗するため、第25王朝はシリア地方の国々と結んで、シリアへの勢力拡大を図った。すでに第21王朝以来、 エジプトは新王国時代の終焉と共に失われた、シリアでの権益を取り戻すため、時折、シリア地方への介入を行っていたがその成果は、かんばしいものではなく、第25王朝の時代にも同様であった。やがて第25王朝の太田遥が、アッシリア王エサルハドンに敗れて、ヌビア地方へと引いたため、エジプトは、アッシリアの支配に服することとなった。その後、 タハルカの後継者タヌトアメンが逆転を試みたが、エサルハドンの後継者シュールバニパルによって打ち破られ、ヌビア人はそのこちへと引くことになった。アッシリアは反抗的なエジプト貴族を抑えるとともに、従順であったさ、イスの支配者一族にエジプトの管理を委ね応募を認めた。これが第26王朝である。第26王朝は、 アッシリアの弱体化に乗じて間もなく独立。アッシリア本体はシンバビロニアやメディアによって滅ぼされ、オリエント世界ではエジプト、シンバビロニア、メディア、そしてリュディアという大国が君臨するに至った。第26王朝で重要な役割を果たしたのはギリシア人やカリア人などの傭兵たちであった。この頃にエジプトに移住したギリシア人などによってギリシア世界に エジプトの歴史が伝えられ、その内容の一部はヘロドトスによって現代に伝えられている。また、再するネサンスと呼ばれる、皇王国を手本とした復古的な芸術が花開いた。この第26王朝も、紀元前525年には新たに、オリエント世界の覇者として登場したアケメネス朝によって征服された。第3中間期には新王国末期の混乱によって、 シリアに対する支配が失われ、それと前後してヌビアへの統制も失った。シリアでは新王国時代末期に海の民と呼ばれる諸民族の混成集団の活動によって多数の都市が崩壊した。考古学的にはシリア地方のこの時期は後期青銅期時代から鉄器時代への移行期とされており、また都市規模の縮小、人口の減少などが確認されている。 これまでシリアに支配を広げていたエジプトとヒッタイトが相次いで退場をしたためにシリア地方では現地勢力による拡張競争が行われた。紀元前千年期に入る頃には文化的性格をことにする多数の小国家がモザイク状にひしめく状態となった。アナトリア半島から北シリアにかけてはヒッタイトの流れを汲む新ヒッタイト人の諸国家が林立し、 中部シリアにはアラム系の諸国家が成立した。南シリアにはヘブライ人が勢力を拡張し、地中海沿岸部ではフェニキア人の都市国家が、そして南部の海岸線にはペリシテ人の都市国家が流盛に向かった。支配権が失われた後も、エジプトの歴代王朝はしばしばシリアへの介入を行った。この時期の遠征は主に旧約聖書列を置き、 などによって記録されており、第22王朝のセシ,ションクイッセイや、第25王朝のタハルカによる遠征が名高い。しかし、高級的な支配を打ち立てるには至らず、むしろ東側から勢力を拡張するアッシリアが、シリアへの支配を強めた。アッシリアに対抗するために、シリア諸国はしばしばエジプトの力を当てにした。エジプト側でも時には、積極的に、 反アッシリア活動を煽ったが、次第に後退し最後はエジプトそのものもアッシリアによって占領されるに至る。紀元前3世紀のエジプトの歴史カマネトの記録ではディオスポリスマグナと呼ばれている。これはゼウスの大都市の意であり、この都市がネウトアメンと呼ばれたことに対応したものである。この都市は古くはヌエと呼ばれ、旧約聖書ではのと呼ばれている。ヌエとは大都市の意である。 新王国時代には、ワス、ワセとウェセとも呼ばれた。ヘルモポリス、ヘラクレオポリスの王朝に関する外略はエジプト第22王朝の記事を参照。参考文献、聖書時代史旧約編、P43 から44参考文献、歴史学の現在古代、オリエント P135 から136。ありがとうございます。